江戸川から取水した水をきれいにして東京都内全域に供給しています。1日の供給量はおよそ110万トン、180万人に供給しています。浄水場でアルミニウムの化合物を利用していると聞いてきたんですが、はい、どういうことでしょうか。はい、はい、浄水場では水をきれいにするのにいろいろな処理をしております。その中でも水をきれいにするのにポリ塩化アルミニウムを使っております。ポリ塩化アルミニウムですか。はい、ポリ塩化アルミニウムで水の濁りを凝集します。凝集ってどういうことなんでしょうか。はい、水の中の濁りをですね、小さいものをくっつけて大きくして沈めることです。それは今どこでやっているんでしょうか。こちらの方で行っております。あ、じゃあちょっと見せてもらっていいですか。はい、ということで友田さん、塩化アルミニウムによる凝集を確かめようと浄水場の中を一人で見学。おや、これが凝集か。でも今一つよくわかりませんね。田中さん、何かいい方法ありませんか。では実際に実験してみましょう。あ、実験してくださるんですか。はい、うん、ここに濁った水があります。はい、これにポリ塩化アルミニウムを加えます。これがそうなんですね。はい、はい、これを入れる。そのぐらいの量で、はい、いいんですね。これを入れて、はい、かき混ぜる。かき混ぜて、はい、そうするとどんな風になっているんでしょうか。ではですね、あ、固まってきているのが分かりますね。はい、これが凝集です。これは時間が経つにつれてもっともっとこう大きな塊になっていくわけなんですか。はい、小さいダク、あの濁りがくっついて大きくなって、はい、どんどん沈んでいきます。へー、わー、どんどん大きな塊になってきましたね。はい、うん、上の方は本当に水がきれいになってますよね。これは凝集です。あ、なるほどね。はい、本当にこうポリ塩化アルミニウムの作用はよくわかりました。はい、ありがとうございます。